4月期の新ドラマ、東京タワーテレビ朝日において、キング&プリンスの永瀬廉さん25が初めて恋愛ドラマの主演に挑戦します。しかも、彼の相手役には、女優の板谷由夏さん48が抜擢され、物議を醸しています。なぜなら、このドラマで2人は20歳もの年齢差のある不倫関係を演じるからです。連々こと永瀬廉さんの新たな挑戦には、ファンはもちろん、業界関係者も驚きました。彼がこれまで演じてきたキャラクターとは異なり、今回は大人の男性を演じることになります。これは彼のキャリアにおいて大きな転機となるでしょう。一方、板谷由夏さんとの共演についても注目が集まっています。彼女は長年にわたり演技の幅を広げ、多くの人々から尊敬されてきました。そのため、彼女がこのドラマに参加することで、物語に深みが加わることは間違いありません。さらに、今回のドラマでは連々の胸板ハグ解禁という要素が登場します。これについて、芸能記者歴30年のベテランジャーナリスト芋沢貞夫さんが解説しています。彼によれば、この胸板ハグは2人の関係をより深く掘り下げる重要なシーンとなるとのことです。彼らの心情や関係性がよりリアルに描かれることで、視聴者はより一層ドラマに引き込まれることでしょう。つまり、東京タワーハ連々と板谷由夏さんの共演によって、不倫をテーマにした新たな展開を見せることが期待されます。彼らの演技や関係性、そして胸板ハグのシーンなど、多くの要素がこのドラマをより魅力的なものにしています。視聴者は4月を待ち望みながら、このドラマがどのような物語を紡ぎ出すのかを楽しみにしています。4月期の注目作としてテレビ朝日が放送するドラマ「東京タワー」。このドラマはキング&プリンスの永瀬廉が初めて恋愛ドラマの主演を務め、一躍話題となりました。しかし、注目を浴びるだけでなく、その内容もかなり過激で、ファンや視聴者を驚かせています。物議を醸しているのは、なんといっても永瀬廉の過激なエッチシーンです。彼がこれまでに演じてきたキャラクターとは異なり、今回の役柄では大人の男性を演じることになり、その一環としてエッチなシーンも挑戦しています。特に目を引くのは、その過激さと大胆さ。視聴者は彼のこれまでのイメージとのギャップに驚かされつつも、彼の成長と演技力にも感心しています。さらに、永瀬廉の相手役には、女優の板谷由夏が抜擢されており、年齢差のある不倫関係を演じることでも話題になっています。彼女とのシーンもまた、熱い視線が注がれています。そんな中、ドラマでは永瀬廉の胸板ハグと呼ばれるシーンも登場します。このシーンは彼らの関係をより深く描写する重要な場面となると言われています。芸能記者歴30年のベテランジャーナリスト芋沢貞夫によれば、このシーンは視聴者の心に強烈な印象を残すだろうとのこと。彼らの関係性や心情がよりリアルに描かれることで、ドラマ全体に深みが増すことが期待されます。東京タワーは、永瀬廉の新たな挑戦や過激なエッチシーン、板谷由夏との共演、そして胸板ハグシーンなど、多くの要素が組み合わさって生まれた作品です。視聴者は、これらの要素がどのようにドラマを魅力的なものにしているのか、そして物語がどのように展開していくのかを楽しみにしています。ファンの皆さんには確実に見たことのない僕をお見せすることができる、僕自身としてもレベルアップできる作品と意気込みを語っているキング&プリンス永瀬廉の4月期の出演ドラマ「東京タワー」がちょっとした話題になっているようです。これは江國香織の恋愛小説を令和版にアレンジしたドラマです。2005年1月に公開された劇場版は中園美穂が脚本を担当、黒木瞳と岡田准一、嵐松本潤と寺島しのぶの出演で、興行収入は約16億3000万円を記録しました。シャツを羽織った永瀬の裸の胸に顔を寄せる板谷由夏の画像と、たった15秒の予告動画が解禁になるや否や、ファンの間からは悲鳴が上がっている状態です。夕暮れに手をつなぐでの広瀬すずと軽いキスシーンだけでも当時、ファンの間からは、見れないとショックを受ける声が上がっていましたが、今回はそれをおそらく上回る過激なシーンもありそうで。SNS では、ベッドシーンなんて絶対いらない。最低視聴率で打ち切りになっちゃえばいいのに、なんてコメントもつぶやかれています。4月期の注目作としてテレビ朝日が放送するドラマ、東京タワー。このドラマは、キング&プリンスの永瀬廉が初めて恋愛ドラマの主演を務め、一躍話題となりました。しかし、注目を浴びるだけでなく、その内容もかなり過激で、ファンや視聴者を驚かせています。物議を醸しているのは、なんといっても永瀬廉の過激なエッチシーンです。彼がこれまでに演じてきたキャラクターとは異なり、今回の役柄では大人の男性を演じることになり、その一環としてエッチなシーンも挑戦しています。特に目を引くのは、その過激さと大胆さ。視聴者は彼のこれまでのイメージとのギャップに驚かされつつも、彼の成長と演技力にも感心しています。さらに、永瀬廉の相手役には、女優の板谷由夏が抜擢されており、年齢差のある不倫関係を演じることでも話題になっています。彼女とのシーンもまた、熱い視線が注がれています。そんな中、ドラマでは永瀬廉の胸板ハグと呼ばれるシーンも登場します。このシーンは、彼らの関係をより深く描写する重要な場面となると言われています。芸能記者歴30年のベテランジャーナリスト芋沢貞夫によれば、このシーンは視聴者の心に強烈な印象を残すだろうとのこと。彼らの関係性や心情がよりリアルに描かれることで、ドラマ全体に深みが増すことが期待されます。東京タワーは、永瀬廉の新たな挑戦や過激なエッチシーン、板谷由夏との共演、そして胸板ハグシーンなど、多くの要素が組み合わさって生まれた作品です。視聴者は、これらの要素がどのようにドラマを魅力的なものにしているのか、そして物語がどのように展開していくのかを楽しみにしています。ドラマ視聴率が振るわない、役者永瀬廉を胸板ハグでテコ入れか。シンデレラガールでデビューしてからわずか6年のアイドルが、ドラマ設定とはいえ親子ほど才の離れた人妻との不倫ドラマ出演。これには私も、ジャニーさんとメリーさんがご存命だったら絶対にやらせなかっただろうなと思ってしまいましたが。ただ、永瀬廉という商品を考えれば、これも決して理解できないものではありません。2022年7月期に永瀬が主演した、新身長後期クラスメートは戦国武将は、トップアイドルとして絶好調だったにもかかわらず、4% 台前半という平均視聴率の低さでしたし、2023年1月期の、夕暮れには 6% 台前半、現在の、厨房のアリス、も今のところ 5% 台前半をおろおろ。これでは、役者永瀬廉をどうにかしたいと所属事務所が思うのも理解できます。不倫相手を演じる板谷由夏は微妙なキャスティング。もう一つ、永瀬の不倫相手を演じる板谷由夏というキャスティングも個人的には少々寂しい気がします。アイドル永瀬廉と共演できる約20歳ほど年上の女優として、事務所的には板谷が無難な落としどころだったのかもしれませんが、個人的には何とも消化不良が否めないのです。永瀬が不倫&ベッドシーンというこれまでの殻を打ち破ると腹をくくったのなら、いっそのこと相手役も、もっと個性の強い女優癖の強い女優の方が話題にもなるし、共演という化学反応を楽しめるのになぁなんて思ってしまうのです。私がもしこのドラマのキャスティングディレクターなら、真っ先にオファーを出すのは広末涼子しかいません。それがダメなら深田恭子、沢尻エリカ、石田ゆり子や篠原涼子も許容範囲でしょうか。永瀬の所属事務所やスポンサーの縛りを一切考えなければ、これぐらい大胆なキャスティングをしないと、今の時代はテレビやドラマから若者が離れるばかりではないでしょうか。永瀬にも、廉君、そこまでやらなくていいから、なんて演出家が思わず言ってしまうほどの大胆な演技を期待したいものです。